春になったらブルーレイ&DVD が発売中です。はい、ガズマルを含めた私たち3人の座談会なんてもね、3人でペラペラ喋ってますんで、はい、見てください。座談会も本編も何度でもご覧いただけたら嬉しいです。詳しくは番組ホームページまで見てね。木梨さんが何かをするとみんなアドリブだと思うっていう、やっぱのりさんみたいになんかこうすごく自由に動いてくださる座長がいて、受けてやっぱこうどんどん変わっていくっていうか、現場全体がそれこそ変わっていく空気感みたいなのをすごくこう肌で感じながら、お芝居ってなんか面白いなって改めてすごく私は今回思って、でも気持ちでやればなおちゃんも気持ちで返してくれるっていう、そういうのをみんなにこう、みんなもそこを拾ってくれたり、お上品にね。お前気付けよっていうのがお前気付かない。そう毎回もうね、2人のシーンはそうなの、どんまいどんまいの人だって。お芝居じゃなくてリアルにも言われたんだよね。言われました。どうしていいか分からない。こんな素敵なドラマに今後出会えるかなっていうぐらいすごくいい場所で。トミちゃんをよろしくお願いしますみんな。こんなに幸せな3ヶ月が自分の人生にあることが本当に宝物です。